今回はヤマトタケルの絆霊装とマイルームボイスがエモいことに対するユーザーの反応を紹介します。絆霊装やマイルームボイスが流れますのでネタバレにご注意ください。ネタバレ注意。ヤマトタケルの絆霊装。長屋の一室かつての限界の檻、ヤマトタケルが己がマスターである宮本伊織と過ごした場所。もともとは伊織一人の住居だったが、限界中のヤマトタケルも寝食を共にした。生活空間であると同時に、魔術工房としての機能を備えねばならないため、隣家の壁をぶち抜いてスペースを確保してある。ヤマトタケルは、この一室で口にする朝食と夕食を、とても楽しみにしていたという。やめてくれ、その説明文は俺に聞く。はや。これって。ああ。セイバーの勝ちだ。本ボールに勝ってるじゃねえか。泣いた。早すぎなあ。がっつりサムレムか。冬の広枠。本当に楽しかったんだなあの日々が。初めて友を得た世界だからな。まあルートによってはだけど。終わった狂い。最高の相棒がいて嫁がいてるかいな仲間たちや気のいい町民たちもいたもんね。やばいな、宝具を村正いるし他のサムレム勢いるからスルーかなと思ったけどこれは一人は引いときたくなったぞ。生前系ではないのか。米で笑う。山盛りライスへ。英雄王像ないかなって一瞬机のあたりを探してしまった。コラボがどのルートから派生してるのかずっと考えてたけどこれの上で元気出てくるのはしんどすぎるからそれ以外でと言いたくなる気持ちと、伊織たちと共に平和に過ごしたかったセイバーと共に戦い続けたかった伊織の対比がより美しくなるからそれはそれでありだと言いたくなる気持ちが同時に存在して頭おかしくなる。この長屋、炊きたての米はあるのに伊織の刀が置かれてないあたりがもうね。ちなみに性能は仙人に神聖と魔性特攻付与15。まあまあ強い。これで伊織側の霊装が二人の刀だったりしたらもうほんといい加減にしろよこの両肩思いがってなる。伊織が夢を諦めて凪の日々を生きるって選択もそれはそれでいいんじゃないかな。四郎だって桜ルートで理想を捨てたんだから、伊織も光炎ルートで凪の人生を歩んだっていいんだ。あたら夜ルートを見ると炎と光ルートの選択の尊さも増すのはよくできてると思う。伊織がヤマトタケルにとってオンリーワンすぎる。そしてサムレムへの誘導がうますぎる。多分このタケルあのルート5だわ。魚や尊さとしんどさで苦しい。ヤマトタケルマイルーム会忘れサムレムネタバレあり。あとサムレム勢が誰も覚えてない臭いけど、やっぱりあの世界は異分に近い感じなんだろうか。コラボで語られるかな。いや、すまない。君たちの気配が、アリアにどこか似て。うわあ！すごい剣幕で近づいてきた！アリアとどこで会ったのか、それは、玉もアリアに玉もシリーズ概要に食いついてきてくさ。玉もたちにとってのアリアの扱いが気になるくらいには勢いよくて笑う。ここにも、武蔵がいたのだな。そうか。ここにも武蔵がいたんだなって過去形のボイスだったけどこれ LB5 クリア後とクリア前で変わるやつか？まだ LB5 にクリア武蔵に所持水着武蔵はいる。だけどここにも武蔵はいたのだなだった。まあロストする前もカルデア常駐してるサバじゃなかったからな武蔵ちゃん。伊吹さんに抱きしめられてる僕てくさ。海の神ぶっ殺してやるぜ同盟会にスと組んでてくさ。個人レッスンスケベすぎる。ぶわー！キルケ！君がいるとは。キルケ相手にうろたえててくさ。ランサー。ではないな、君は。君の炎は、彼女の秘めていたそれとは異なっている。ジャンヌ・オルタ？そういうものか。ジャンヌ・オルタはいるけどあのジャンヌはジャンヌ・オルタではなくジャンヌであってジャンヌじゃない、というややこしさ。妖怪神刀拝みぎー。その秘剣、もしや、いや、見間違いようはずもない。そうか。ならば君は、伊織の。普通に伊織の名前出してるな。どんな形であれコラボで伊織くん出てくるのは確定か？聖杯というのは、聞けば聞くほど英月に似て、なんだ？貴様は確か、どうなん法師。英月なるもの、聖杯のまがいものに違いなく、いやはや、生命めの戯れ、悪趣味極まれり、いよいよもって、笑えませぬな。とな？東満の真似似てなくて可愛い。悪いが、マスターとは呼ばぬ。君であろうと、いおりであろうと。何者かに仕えるつもりはないからな。いおりでもグダでもマスターと呼びたくないと言ってるのにシステムの都合で絆セリフだとマスター連呼してるのちょっと笑う。マスター呼びしないってセリフは一応第三再臨の時だけっぽいから。一流も名前呼びしていい？って聞いてくるわよ。本人的には水着吹きが自分と並ぶくらいの霊覚って言ってるやね。いおりのこと話してるしコラボでいおり来そうだと思うけど、ジークのことジャンヌはずっと言及してたのに来たのだいぶ後だったなと思うと。この私って言ってるし三輪と他は別人扱いなんかな？プロフでもそうだけど、基本的にサムレム本編を経て答えは得た状態のゼンナス王子山竹なのいいよね。サムレムプレイしてても思ったけどジークフリートに近い感じもするから会話見てみたかった。おお、君たちもここにいたのか。え、覚えてない？そんな。武蔵もいないしはぐれたちも覚えてないしキル系はわからないけど現時点ではサムレムジークのことがあったと証明できるのがセイバー自身のみなのかな。何？千代め、君は、甲賀三郎の子孫か。ああ、そうかそうか。なるほど。その蛇の気配。牛御前と同じ気配。しかし、姿形は、おや？源の雷光。なるほど。そういう。君が巴というのか。そうかそうか。うん。似合っている。義仲殿にお似合いだ。私は幸福だ。影法師としてではあれど、限界を果たし、ひとたびは、音立花と再びまみえ心より好きだと思える者たちに出会えたのだからそれになうまいものもたくさん食えている。